実像とは、凸レンズや、凹面鏡の焦点の外に物体を置くとできる、屈折、反射された光線が実際に集まって作る像のことを言う。凸レンズによる実像の作図凸レンズでは、物体を焦点よりも外側に置くことによって生じる。作図をするには、凸レンズの光の光の進路3本のうちの2本を描けば像が収束する箇所がわかる。光の逆進の原理から、 像が収束するのは、レンズ後ろ側焦点の外側である。またずからわかる通り、突レンズによって生じる実像は倒立である。軸と平行にレンズを通った光は、レンズを通った後レンズの焦点を通る。レンズの中心を通った光は、レンズを通った後も直進する。ボルマトリクス。見えているものは像であり、物体は赤丸の位置に存在する。鏡による実像は、 焦点の外側に物体を置くことによって生じる。このことは以下の作図によって示される。作図からわかる通り、この場合も実像は倒立である。最も身近な応面鏡はスプーンである。この作図は一次元的であるため上下が逆になるだけであるが、実際の応面鏡は二次元的であるために上下左右、すべてが逆になる。スプーンで自分の顔を映すとこのことが実感できる。 ありがとうございます。